さて皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。ポケットモンスターウルトラサーモンやりましょうか。めっちゃ寒いんだけど、ここうえへ、ー、寒いか、半袖なんだけど。さあエレベーター登って、うーやばい、うお、コール、助けて。はい、さあ凍えてる男ダイダラですね。今日も行きましょうか。ここなんかあのあるぞ、この奥にきっと伝説のアイテムが。なこれ、あーなんだけど、ヒボ帰り道これで安心。うせえこれ奥行けないな、うわーって行けないか。よし、ではではでは、洞窟の中入っていきましょうか。ラナキのマウンテンね、ポケモンリーグみたいなとこだよね。よってここって、ハロー、よろしく頼むぜ。じゃあここでちょっと強いトレーナーがたくさんいるってわけだよね。多分今日はね、あのガッツリとポケモンバトル中心だと思います。ポケモンバトル、ポケモンね、敵どれぐらいだろう、レベル。ハイパーボール持ってんだお前、野生さんかよそれ。アツシ君、あ、回復してない我がチーム、ちょっとやべえかもしれん。さ、虫ポケモン、え、素早さが勝ってんの、負けてるよねこれ。とりあえず岩石封じしとこうぜ。エアスラッシュ外した、外した、この戦い弱いトワッチチェンジ頼む。これはきついぞ。ダブルアタック、いてかわいい攻撃やなお前。さあ行くか、ストーンエッジ当たるんだよな俺のストーンエッジ。はいはい、お前弱い、バイバイ。まあこんなもんよ、いいね。どっちレベルアップ、回復どっかでしてくんねえのかなこれ。困ったな、電気の関係だとか使う。さあカラマネロ、カラマネロはねエスパータイプでしたっけ。行きましょうこのまま。どっちさ行け、どっちさ行け。さあたまれよ。なんで、え、悪エスパーだったっけ、エスパー、エスパーだったっけエスパー水、わかんねえお前の、お前の存在。え、虫、悪当番やんけ。じゃ吸血か、吸血します。シースータロチュッブチュッ、はい、チュッチュッチュー。あー美味しいご飯がうまい、今日も吸血強いぞマジで。はいお前、お疲れさん、ゆうとくん3536円、ありがとうございます、ごちそうさまです。俺やられてるポケモン誰なの今ね。え、ゾロワークか、ゾロワークが死んでるのは忍びねえな、なんかね、すげえ活躍してくれたやつだからさ、うん、いつもありがとう。ちょっとあれ、幻覚ないのかな俺もしかして。あったあった、幻覚12個しかねえ。みんな結構死にかけなんだよね俺のチームね。ミルク飲む、ミルク、もうもうミルク、うん、淳くんミルク飲んでいいよ、ミルク、うまいこの牛乳ってわけでね。じゃあオーガも牛乳あげよう、牛乳おいしい。あといい傷薬、ゾロアークに使いましょう、いい傷。よし、このままでいいかな。じゃあ、これで、行きたいと思います。ね、このラナキのマウンテン、てっぺん目指して。野生のポケモンで出んのかな、ここ。誰かいるぞ、こんにちは。ハロー。ポケモンだけじゃない。トレーナーも進化しないと。え？腕4本なる？え、どうすんだろう。ね、4足歩行しちゃう？牙生えてくる？角生えてくるかな？やべ、怖いって、それ。まあ、シェード！こいつはね、草毒だ違うかなわかんねえ。さあオーガーではないですけど、オーガーです、ゾロワークです。解放者しましょう。今解放者の効果音です。ゲルじゃないですよ。ムーンホース、痛い、抜群や、それ耐えた、最強、ゾロワーク最強、ゾロワーク最強、ゾロワーク最強。でも辛い辛い、死にそう、助けて、ガオー。マシード硬いな結構ね、びっくりだわ。ゾラコッツ、さあ次ピクシーちゃん、ピクシーちゃん、どうする、ピクシー、どうする、ピク、やばピクじゃんこれ、どうする、ピクピク、ピクシーとか倒せねえって。オーガーのフライングプレス一番火力高いから、それでやっつけるしかねえか。それかタマレオンのあれ、フレアドライブ。どっちもフ。ね。フから始まる。フライングプレス、今一つやんけ。おい、クソ、にわか野郎か、俺は。
ツバメ返しや、お前なんかじゃ。おら、あ、やば、半分いってる、半分いってるよね、今の。わかんねえ、乱数くせえ。全然効かねえ、お前。ありがとうございます。さあ、とどめだ、いけ。ツバメ返し、帰れ。おら、よいしょ、ちょっと危ねえ。ギリギリやんけ。ピクシー怖かったわ。おがおつー、レベル62だよ。ねえ、おじいちゃんだよ、もう、ほんと。アンソニー、レベルアップおめでとう、アンソニー。メガドンキックだって、やべえ、メガドンキック。メガドンキック、ノーマル技。命中75。諦めよう。バイバイ。ねえ、ノースリーブなんだね、君って。うん。なかなかこんな寒いところで。ねえ、寒くないですかね、みんなさん。ね。まあ、ちょっとポケモン、怪力出したい。怪力どこ、怪力。うほうほ。お姫様抱っこよ。嬉しい。いや、嬉しくはないよ。さて、これ多分ショートカット作ってんのかな、今ここで。帰り道を作ろう。ほら。これで帰れるってやつね、ここまで。オッケーオッケー。野生のポケモンいなさそうだね。あ、いた。いなさそうだねって言った瞬間出てくるのどうかと思うよ、俺。誰言ってくるの？ニューラちゃん。ニューラちゃん。ニューラちゃん好きよ、俺。氷のつぶりとかしてこねえよな。大丈夫、大丈夫。してこない。ね。焼きまーす。ちょっと欲しいけどね、ニューラちゃん。ね、可愛いし。マニューラにして持って帰りたい。ドラゴンタイプに弱いからマニューラ持っててもいいんだけど、悪タイプが多すぎるんだよな、我がチーム。そうすると、多すぎるってわけでもないか。どうなんだろうね。マニューラ捕まえて今更メンツに入れるっていうのもどうなんだろう。ね、クビになるのはアツシ君だけど。いや、ありなのかもしれない、それもまた。ね。よし、大丈夫だ。ジーランス。バーサス。オーガジャバ大オーガ。え、これ、聞かへんのちゃん。騙し討ち、イカ様？悪巧み？死ぬで、こんなん。帰ろう、ポケモン。いや、でも、死でええわ、もう。詰めてな、俺。イカ様。全然効かねえ。捨て身タックで、お前。体大事にしろよ。な。ええこと言ったな、俺。はい。というわけで、ジーランスって、何が効くの？岩と水だよね、多分。違うのかな？岩水だったら格闘とか効くよね、格闘。格闘地面あたりが効くか。じゃあ、アンソニー。よろしくお願いします。岩だから地面も効くのかな？岩じゃなかったら俺は泣くけどな。地震しとこう、地震。浮いてるから冬じゃない？大丈夫？冬じゃないよね、大丈夫だよね。痛い。全然効かへんかった。俺強いな。地震、雷、火事、親父。はい。来た。抜群。タイプ、もう見ただけでわかります。最強やな、俺。またな。どうしよう、ポケモン戦闘変えとこうかな。まあ、いっか。アツシ君で。アツシ君最強だし。さ、上なんかアイテムいっちゃうじゃん。イエーイ、いただきまーす。なにこれ。ガオー。ちょっと、降りよう。あつし、あつしくじゃない。怪力太かった。Tmax。お腹が痛い Max。ギルルルルルル。あ、ゲンカタ来た！いいね、ゲンカタ。ゲンカタって売ってないよね、このゲーム。売ってる？売ってたらごめん。売ってなかったら、こんにちは。大体です。はい。じゃあ、ゴルバツン。ゴルバツンもういらねえよな。だって、あつしくん、威嚇だけしといて、ギロ。ギロ、お前雑魚。雑魚ではないけどな。言いましょ。経験値結構くれそうだけどね。うん、アツシ君には荷が重い。あいつはやめとけ。アツシ、お前はやれるけどな、結構弱いから。さあ、ララキナマウンテン終わり、クリアー、お疲れ様でしたーって思ったけど、まだまだ続くんじゃ、この戦い。うわ、やべえ、あいつら近寄らんとこ。ここなんもねえの？草むらのポケモン見てみたいな、俺。ここの。
強かったら俺の友達になろう。アツシ君最終局面でクビになる可能性あるからな。サンド、サンド君はいらないわ。で、寒いからそういうポケモンがいっぱいいるのかもしれないね。うん、寒いからね。うん、寒い。みんな温まれよ、ちゃんとね。あったかい格好しなさいよ。え、どうすんのこれ。う、戦うんかお前ら。うっす、カルテオが2人ガチンコ。うん、出張格闘道場バトルだ。さて、おーっと、格闘タイプのやべえやつらが出てきた。ちょっと大丈夫かこれ。でもね、そう、これがカミナの部分わかる？アトシ君威嚇すげえぞ、ほんとねえ。アツシ最強、アツシ最強、最強やけど弱いぞアツシは。さあアツシくんね、全体なのヘッドロウェーブっていいよ、全体攻撃しとけ。トワッチはそれぐらい耐えられる。トワッチ最強だからな。さて暴れるか。やだ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 。キテルグマ、うわー、キテルグマ死んだ。これでいけるか。ウェーブ、この乗らなきゃいけないこのヘドロウェーブに。全然効いてねえじゃねえか。いてー、トワッチ死んだ。トワッチどうして、ちょ待って、痛い。全然効かへん、最強かお前。さあキテルグマは死んだ、もう帰ってこない。どうしよう、毒耐えられる人って誰。あ、キテルグマやったね。これアツシ君が実施でやったみたいなもんやで。アツシ強いぞマジ。さあどうしようかな次。コチョフが相手だからオーガ出しとくか。ね、格闘を、空手を。飛行タイプに弱いので。ね、いやらしいことしときましょう。さあ、神砕く。悪の神砕くやめとけ。ガンプー。ガンプーコチョフ、ツバメ返し、こんにちは。ビロッピー。よし。さあ、でもこのもう一人の空手王がもう一体ポケモン出してくるんだよね。まあ、キテルグマ強かったもんな。シャネシャネ。痛い。痛い。氷タイプじゃないときついこれ。怪力出た。俺をお姫様抱っこしてくれ。怪力のあのパンツってさ、模様なんだよね、なんか。うん。パンツ履いてるんじゃなくて模様らしいよ、みんな。だからあいつノーパンだよ、今。ちょっとパンツぐらい履いてよ。はい。経験値クソでけえな今の。バイバーイ。ガチンコで負けたって発音が。よし、じゃあまたバトルしましょう。ほら来いや、お前らかかって来いや。俺強いからな本当。さあどうなるかな、バトルじゃ。ルチャブルと氷の人。これ大丈夫、ちょ待って。ルチャブルに勝てるかどうかだよね、一番の問題点は。いや格闘タイプだからタマレオンがやられちゃう可能性があるんだよね本当。うん、というわけで、いやとりあえず、うわー困ったなこれ。ガンプをルチャブルにして素早さ下げてもらおう。でフレアドライブをあのケカンケケンカンやケケンケ氷でしょこいつ。耐えろ、あっ止まれの最強やからな。よーし、でも待って、俺やった技フレアドライブ、あとは分かるなみんな。な、今までありがとうみんな、お前のこと忘れない。なんでアツシ君だけがいつもの生き残るんだ。アツシは最強だったんだ。よし、これどうやって倒そう、困ったな。とりあえずガンプして素早さ下げたけど、もうちょっと下げとく、もうちょっと下げて、でそこからもっと下げとく。ベビーボンバーしよう、こいつ軽いしょルチャブルって飛ぶし。
ジャンプ下がれ下がれ素早さ下がれ。光が包む出た、神となったルチャブルは。またな。焦点したで、かわいそう。また会おうなルチャブル、お前のこと忘れねえから俺。まだいるのポケモン敵。ゴロンダでゴロンダ、おはよう。出た。いや、かわいい、かわいいからかわいくないえ。まあ使える技でいいわ。ニランドコギロで、ローキック、おら足痛いだろ俺。素早さゼロにしたろお前。クライア仲間作り、お前友達おらんで。何それ、え次行こうかそれ。威嚇、あ鉄の拳になったんだ俺。ねえすげえいらねえ。逆にどうするのこの鉄の拳って。相手マイナスじゃねえの、雷パンチとか全く打てないってことでしょ。みんなダメージ食らう、痛い。まあこれで終わりでしょう。じゃあ最後完封して、ローキックして終わりだ。お疲れさーんす。いや超強いわこれ、バイバーイ。全然効かへんな今一つやったら本当。いやここまで素早さ下がったらね、ダーンって一発でいける。はい俺強い。ふぅ、まあ、えんちゃん、お疲れ。力が抜けてく、6000円。そうか、そうか、アンソニー最強やからな。結構ポケモンみんなピンチやねんけど。どっかで回復ポイントねえのこれって。え、こ、なんかこのだったっけ、ラナキのマウンテンって。は？ちょっとレポート書きますね。待ってこれどういうこと？ネクロズマさんだよね。力尽きたネコルズマがひざまずいている。光を与えますか？いや与え、じゃああげるよ。ほらリンド戦うんかい。え俺ネクロズマ厳選したいんだけど使わねえけど。倒していいのこれ、わかんねえ。倒すかとりあえず倒した後ググろう。ほら俺はお前なんかに負けて噛み砕いてやるぜ。俺の方が早いじゃん、お前遅そう。さあです防御力鉄壁。お前ちょっとそれマジやめてくれんか。待ってやばいかも。待って待って、あでも待って、DB ラリアットあるから、あでもラリアットあるからって言ってもないわ。ラリアット睨んだことないですよ。ギロお前麻痺しろ。お前麻痺した、動けない。よしへへへへへ、あとは持久戦だ。お前はもう死んでいる、神砕け。しびれる。待ってアツシ君最強では、アツシ君最強ではマジねえ。待って本当、鉄壁やめろって本当。それやっても意味ねえからお前攻撃してこいよ本当。ねえちょっと待てよ、ちょっと噛み砕こう。もう一回、ほらまた会おうだ。これ勝ったんじゃね、勝ったんじゃねこれマジで。アツシ君、アツシ君って一番強いんだぜっていう、その証明だったわこれ。パワージェムを使った。だがお前分かってるのか、これ痛み分けって言うんだぜ。また会おうな。ほらほらディクロスはまた会おうぜ。ま、大丈夫なかったわこいつ。うん、はあ、これ、あかんやつや。捕まえなあかんやつや。リセットするわ。で、ネクロズマ戦ったんだけどさ、結局、なんだっけ、クリア後っていうか、捕まえたい時に捕まえたらいいらしいので、今無視しましょう。はい。皆さんは捕まえましたか？道中で。
ね、やる気ありますね。僕には無理でした。ちょっと待って、これめっちゃトレーナーまだおんの？絶望の地獄コースやん、これ。僕はね、目ざといので逆コースを見つけました。ここが多分近道、ショートカット。来てしまった、俺。出た、ニューラちゃん！かわいいニューラちゃん！捕まえようかな、ニューラちゃん、マジで。ね。こんな活躍したアツシ君をさ、置いといて言うのもあれだけど。ね、捕まえようかなね、アツシ君。アツシ君捕まえちゃう？この子。ね。最後の仕事だ。やってくれ。クイックボール！どや？いけ！ワンタンキルや！ 1、2、ダメでした！ニューラー！お仕置きしたで。えい！痛い。は、お前、それポケモンとして最低やと思うで。うん。かわいいけどさ、ニューラちゃん。逃げるわ。さすがにね。2体と俺相手するのは、で、可愛い猫ちゃん2体に囲まれたら嬉しくなっちゃうけどさ、ちょっと待って、いっぱいおるぞ、人もポケモンも、すべてが。待って、これ、正解ルートくせえぞ。俺は何か間違っていたのかもしれない。で、答えはいつも闇の中に、真実はいつも一つ。やべ、迷子だ、これ。アーブソルちゃーん！で、メガ進化する？アブソルちゃん、アブソルかっこいいな。悪タイプのアブソル。悪はね、ちょっと間に合ってるので友達になりましょう。アツシ君っていう最強のポケモンがいる限りはな、まだお前に役目はないんやけどな。いける、これ。ちょろえー、まあ、こんなもんっしょ。いやー、経験値うまいっすね。でも俺一発で捕まえられなかったら結構後半きつくなるんだよね。ポケモンがさ、あの手持ち今いねえから、バトルもしんどいし、ゲンカタ使わなきゃな。ゲンカタ、ゲンカケか、ゲンカケ、ゲンカタ。よし、アブソル、アブソルニックネームつけない。お前はボックスの小屋しや、小屋しまるや、小屋しまる。またね。あー、おいしい。これ上か。あ、いけた、いけた、いけた、やった。じゃあこのゲーム、レイトビーム。ちょ、待って、これもしかしたらマニューラ捕まえなくてもいいかもしれない。やったな、アツシ君。だが誰も覚えられなかったわ。いやー、アツシ君行かないで。よし、じゃあ皆さん、ちょっと今回はこの辺で終わりにしましょうかね。洞窟の中ですいません。次回この洞窟探索を終えて、確かね、この先もうすぐ頂上だと思うので、次回頂上まで行っちゃいましょう。ではでは、ご視聴ありがとうございました。また見てください。おすすめ。